どうも、バンです。バン TV ラジコン飛行機計画。えー、調整をね、行っていきたいと思います。何の調整か。重心の調整ですね。えー、第1回飛行テスト、第2回飛行テストと、ビデオを見ましてですね、えー、ジャイロが効いてはいるもののですね、えー、スロットルをゼロにしたときに、えー、機種がね、重くて、 で、突っ込みがちだなと、えー、機種から下に下がりがちだなというふうに思いました。で、ちょっと試しにね、バッテリーの位置をこっからここに、えー、変更してみようと思います。ただ、あのー、大失敗の可能性もあるんで、あのー、っと、完全に移動するんじゃなくて、実験的にね、ちょっとこっちの方に移動させてみようというふうに思います。もう簡単ですね。えー、こういうのは自作機ならではですね、えー、プレート作って、で、 え、両面、両面テープじゃないや、マジックテープをね、ここにつけました。で、え、サーボがね、この下にあるんですけども、そこに干渉しないようにして、で、え、このね、痛みみたいなデコパネで作ってやって、で、ここをね、グルーガンで、え、つけてやると。ただ、あんまり、グルーガンでつけると、うんまあ、いっか。 つけっちゃおう。えー、サーブのメンテナンスをするときはね、またここ、デコパネを切ればいいだけの話なんでね、えー、しっかりと接着していってみようと思います。で、ここを補強すればですね、えー、補強材にもなりますしね。で、えっと、バッテリーはね、ちょっと厚みの加減で、450mAh のやつしかね、乗らないんですよ。で、こっちの 900mAh のやつをつけようとすると、えー、高さがね、足りなくなってしまいます。 で、えー、今のところ4 5 0 m a アでいってみようというふうに思うんですけども、えー、将来的に900を乗せようという時にはですね、翼側をちょっとね、くり抜いてやる、えー、加工が必要になりますけど、まあそのくらいはね、すぐできるかと思います。翼側の底面はね、えー、分厚い加工がしてあるんで、えー、このくらいくり抜いても全然問題ないです、まあ。とりあえずね、ちょっとここにね、グルーガンを持っていきます。 とね、この先の長いロングノーズのグルーガンこれがねほんと役に立ってますよこういう作業の時もね、まあ、あのノズルが短いやつでもできなくはないですけどもねこういうあのところにどうしても干渉しがちになるんですよというわけでもうずっとねこれこのロングノーズをつけっぱですあそうそうグルーガンのねちょっとしたあの使い方のコツですね、えー これね、もう電気切ってるんですけどもこうやって置いおいたら垂れてくることがあるじゃないですかでその時にねちょっとだけこう後ろをねちょっとだけ引っ張ってやると負圧がかかって、えー、垂れてくるのがねちょっと防げますただねこ,れここ入ってるやつを抜いてしまうとグジャンってなってねでその後、もう一回差し込もうにも差し込み差し込み 差し込めなくなってしまいますので、ちょっとそこはね、えー、注意が必要ですね、えー。ほんのちょっと負圧をかけてやるだけでいいと思います。これでね、えー、垂れてこないというふうに思いますね。はい、えー、こんな感じになりました、えー。重心はね、翼なしで、このくらいですね。 だから、標準よりもちょっと後ろなんですけど、なんかね、重心が前なんで、まあ、このくらいでいいと思います。えー、っとね、移動する前はこの辺でしたね。三分の一よりもちょっと前すぎ、前でしたね。だからま、あこのくらいがいいんじゃないかな、というふうに思います。えー、っとね、もしね、えー、まあ、二号機を作るというならばですね、もうちょっとこっちにも、えー、穴を開けてやって、で、サーボをもっと後ろにずらして、で、 えー、設計すればね、えー、もっと良くなるというふうに思いました。また、この飛行の様子は、えー、第3回、えー、離陸テストの方でね、えー、報告していければというふうに思います。あ、そうそう。えっ、ー、とね、なんで、こういうことをしようかなというふうに思ったと、思ったかというとですね、えー、他のラジコン飛行機の動画を見ていてですね、同様の機体、えー、株タイプの機体を、 操縦されてる方の動画で、えっ、ー、とね、プロペラ停止のまま、えー、滑空しているそういう動画があったんですよ。FPV 視点の動画だったんですけれども、それを見たらですね、あプロペラ停止でもちゃんと滑空するようにやらんとあかんやなというふうに思いましたね。えー、バンのこの機体はプロペラ停止すると突っ込みがちになる。 え、どうするか、重心を後ろにするですね。もちろん、ジャイロがあるんで、えー、ジャイロ操作で、えー、エレベーターの操作は効いてるはずなんですけども、えー、エレベーターの操作にも限界がありますんで、それを補助するという意味でもね、若干、基準よりも後ろの重心に合わせて、で、調整をしてみようというふうに思いました。えー、本日は簡単ですけども、以上です。ではでは。